じゃあすみません、はじめまして、茨城大学発スタートアップエンドファイト代表の風岡と申します。よろしくお願いいたします。私たちですけれども、微生物の技術を活用して、通常植物が生育することができないような極限環境下においても、通常以上に植物を生育させることができるという技術の実用化を通じて、世界の食料危機の解消であるとか土壌、森林再生等の包括的な環境課題に対してアプローチをしていくインパクト型のスタートアップでございます。釈迦に説法のところでございますが、現在世界的に過度な農薬や化学肥料の利用によって、あとはそうですね、農地開拓等によって世界規模で土壌の劣化が大きな課題となっております。2024年現在世界において土壌の 33% 以上が劣化、2050年には 90% 以上の土壌が劣化するということが国連からも警鐘が鳴らされているという状況です。でこうした課題に対して、私たちは世界の緑化を実現するプラットフォーム微生物アクセプテッドエンドファイトという微生物の実用化を通じてアプローチをいたします。こちらの微生物ですけれども、貧栄養環境の森林土壌から選抜したものでございまして、植物の根っこに摂取させることで、植物が通常吸収できないような栄養素の吸収促進、環境ストレス耐性、病害耐性の向上、あとはその季節気候条件を問わずに、花を咲かせて実を、ならせることができるというような効果を与えるものになります。土壌の他の有用な微生物と掛け合わせてさらに効果を高めることができるという効果も確認できてまして、ゆくゆくは全ての植物をあらゆる極限環境下で生育させることを可能とする微生物ライブラリーの開発といったところを目指してまいります。で用途としては非常に汎用的で、左からその再生農業への活用であるとか都市の緑化、植物工場、土壌森林再生といった幅広い分野での事業化の方を検証しておりまして、現在国内海外での、検証といったところを、現在進行形で進めているような状況です。で使い方としては、すでに弊社優れた菌株いくつか持ってまして、それを培養土化してその上で植物を育てると、植物の根っこに微生物が定着した、高機能な苗が出来上がりますよということで、これを劣化した土壌であるとかいろんな土壌に、使うと、どんな環境下でもいい生育ができますよという、そういったものになります。で技術的にはほぼ全ての植物に、使うことができる技術でして、すでにさまざまな植物で、さまざまな環境下での良好な生育といったところが確認できている状況です。こちら写真はイチゴの、生育比較になりますが、イチゴが花を咲かせない、実がならないような、日照時間気温に固定した上で有機栽培、化学、肥料を使った栽培、強酸性土壌、中性土壌、さまざまな環境下で生育比較したものになります。で微生物使ってないものについては、本当全く成長せず実もならず、ダメダメだったんですけれども、弊社の微生物使うとちゃんと成長して実もなって、なんなら味も良くなるし、育苗期間も短くなったり、非常にいい効果が出ているというようなところになります。で他社の微生物よりも、不要効果の網羅性という観点とか、対象とできる作物の範囲が非常に広いというところ、あとコストも限界費用ほぼゼロで量産することができるというところで、事業性には非常に富んだものになっているというふうに確認ができております。はい。でビジネスモデルについてですけれども、こういった技術を使った培養土の販売、あとはそれで育てた苗の販売という物売り事業を小規模ながらもやりながら、大きいところはオープンイノベーション的に企業様、自治体様、研究機関様と、共同実証共同開発という、共同プロジェクトベースで、さまざまな事業機会を、作っていって、ライセンシングを受けていく、ライセンス収益を上げていくというようなところが大きなところになると考えております。すでにさまざまなテーマですね、新しいうちの技術を使った新しいバイオ資源の開発であるとか、有機再生農業栽培の実証であるとか、都市の緑化で農業関係ないところでいうとガーデニング、土壌再生、森林再生という、幅広い分野で企業様からちょっとお声掛けいただいて、実証の方がいくつか始まっているようなところになります。で今回福島の方では耕作放棄地が1万7000ヘクタールあるという話で、まさに土壌再生のデファクトスタンダードをここから作り上げていくといったところをちょっと目指して、今回プログラムの方に参加をさせていただきました。でただプログラムの期間が結構短かったっていうことと、栽培期間の折り合いが合わず、このプログラム中具体的に大きな成果を上げたというところではまだないんですけれども、すでに現地 の大規模な有機農家さんであるとか、農業法人で農業学校で農家の人をどんどん増やしていくみたいなところとちょっと協業できる機会等々はいただいておりまして、次年度以降またさまざまな機会というところを本自治体の中でも探索していきたいなというふうに思っております。で次年度から実は海外の方にも展開予定でございまして、まさにその福島発のデファクトスタンダードを海外に広げていくといったところを本プログラムを通じてやっていきたいなと思っておりまして、ぜひまた引き続き協業の機会等々ご関心ある方いただけますと幸いでございます。はい。
というところで若干すみません駆け足になりましたが、エンドファイト社の報告以上になります。ご清聴ありがとうございました。